今、収まって、係員離れます。 スタートしましまたちょっとまだついたスタートで3番コパのモンテカルロ9番レイナ・アレナと後方からになりましたまずは先攻争い横に広がっていますが外からダッシュがついて12番ルイス飛び出していきました二の足早く先頭これを5番のアルティジャナーレ7番のスマートソニックが追っていって11番ゴールドマリー2番手集団さらには4番テーオー・ビスケットサインバッシン4バッシン開いて中段2番エーテルの風外から8番フォルティーナ3コーダーカーブ3番コパのモンテカルロ1番菊宮雅後ろから2番手9番のレイナ・アレナ最後方から10番のスターリングナウです 3、4コーナー中間,間間もなく600の標識先頭は12番のルイスです、今600を通過36秒2でいっています、2番手の位置は5番のアルティジャナーレが外、内に潜り込んで4番のテーオービスケット、外から11番のゴールドマリー、さらには7番のスマートソニック、外からすごい勢いで9番のレイナーレナが上がってきて。 後位の後ろ4コーナーナから直線前は12番、ルイス先頭リード4馬身2番手は5番のアルティジャナーレ3番手争いは9番のレイナーレナ勢いにりながらも7番スマートソニックとの追い比べこれを背後から2番エーテルの風が狙っている3番手争いです突き放して12番、ルイス先頭リード4馬身から5馬身2番手は5番アルティジャナーレ3番手9番、レイナーレナ2番エーテルの風2番、エーテルの風3番手に上がって2番手に接近先頭12番のルイスゴリ二番手変わった最後二番のエーテルの風五番のアルティシャナーレ三着